モハマド・アザムリン・ビン・モハマド・アキルは、マレーシアのサッカー選手。マレーシア代表。ポジションは m f あるいは f w パハン州、クアラリピスのレロンという村で生まれ、幼い頃からサッカーを始めた。当時から、アレックスの名前で、チームメイトから呼ばれており、2003年、19歳の時に、パハン FA のプレジデンツカップチームで、フォワードとして、 ユースカップに出場した。2005年にシャーザン無大 FC で20歳にしてプロサッカー選手デビュー。献身的な姿勢がつかみ取った初のプロ契約であった。その後2008年にアップ部マイチーム FC に移籍。しかしこのクラブでの大席はチーム自体が経済的自由によって2010年にリーグから撤退したため長くはなかった。解散時にフロント側が選手を かつて所属したクラブへと送り込む手助けをしていた。これによって2010年にパハン FA に移籍。このクラブにはベテランのフォワードであるアジズル・カマルディンとコンビを組んだ。2010年から2011年にかけてはストライカーとして起用されたもののハムストリングの怪我に苦しみ欠場することもあった。怪我から復帰した後チームはマレーシアスーパーリーグからの降格が決まった。 なお、2011年のマレーシアカップ中には、ケランタン FA に、レンタル移籍し、6得点を挙げた。2012シーズンは、クラブの得点王になり、スーパーリーグへの復帰に貢献した。その後も2013年11月3日に、マレーシアカップで、ケランタン FA を倒して21年ぶりに優勝した。そしてマレーシアカップ最優秀選手に、ノミネートされた。 2016年には、ジョホール・ダルル・タクジム FC に移籍した。2017年、セランゴール FA に1年契約で移籍した。2012年3月24日のパハン、FA 対サラワク FA の親善試合で、代表のスカウトと接触。なお当時クラブは、マレーシアプレミアリーグに所属しており、彼は26歳であった。2012年4月28日のスリランカ。 代表戦で代表初出場、この試合で代表初得点も記録した。その後、6月8日のシンガポール代表との親善試合でも得点した。2012年7月30日には、マレーシアリーグクシーに選抜され、マンチェスターシティ FC から唯一の得点を奪ったものの、3から1で敗北した。2012年11月25日には、 ラヤゴパルクリシュナサミ監督が2012アフ、鈴木カップに挑む22人を発表した。当初の25人から3人が落ち、ゴールキーパーのモハマド・イズハム・ターミズイ、ディフェンダーのイルワン・ファドリー・ドルスと彼の予定であったが、大会前の調整で行ったバングラデシュ代表との親善試合で、モハマド・ザフアン・アドハ・アブドゥルラザクが負傷したため、代わりに彼は再召集された。 代表での特典一覧、ありがとうございます。